間違いないのは三笘選手ですよね三笘選手がやっぱりこう切り札に今あると思いますしあとは、古橋選手がどんなやはりパフォーマンスを、ねこうまあ、後半から入ってもこう、ねえー、できるまたはロングリリーフでもできると思いますし、えーまあ、本当にあとはこのフィニッシャーとして誰がこう加わってくるかというところだと思うんですよね。 フィニッシャーの部分では特に期待している選手はいますか今、この日本人の,あの、ね、海外のプレーヤー、日本でのプレーヤー見てても、やっぱり一人でこのフィニッシャーになり得るなっていうのは上田綾瀬選手だと思うんですよ。うん、まあここにあの今、森安監督はじめスタッフの期待っていうのは非常にこう膨らんでるのかなと。まあ、それは鹿島アントラーズでの、ね、パフォーマンスを見ても,もうやってくれるだろう。 っていうかやってくれっていう期待感も含めてやっぱり膨らんでることは事実ですよね。まあ、あれだけのやはりこうね、あのー、フィジカル的な力があってそして右も左もそしてヘディング高さもねできる、まあ、本当にそういうストライカーの部分ではあるなというふうには思いますよね。やっぱりこののドイツの ドイツ人のこのインテンシティの高いそしてこう隙のないプレーがね、連続されてくるチームですから、まあ、そこにどういうふうにこの日本の良さで自分たちの時間を作りながらあの対抗していくかと、まあ、そういう戦いだというふうには思うんですよね。で、まあ、3戦目のスペインも、えーえー、エンリケ監督がね、バルセロナで、えー、こう結果を残して今スペインの代表と。 まあそういう意味ではあの2か国の大国ともね、あの本当にこの国内リーグの、うん、チャンピオンチームのを率いた監督が今、代表を、ね、率いているというところでは、本当にこつながりのある、ね、チームと、この 2, 2つの大国と日本が、ね、戦える、そして今度は森保監督がね、 えー、ドーハの、まあ、悲劇というか、それを体験しながら、実際に自分がプレイヤーとして、そして今度は主導者として、えー、アジアを抜けて、日本を率いて、えー、こうね、戦う、まあ、すごい素晴らしい姿だと思うんですよね、そういう意味ではね。これから世界と戦っていくためには、やはりこの日本人の監督で、日本のチームを率いたチームが、 このドイツとスペインと戦うっていうのは、まあ、今から本当どんな戦いしてくれるのかとワクワクしますし、まあ、これはやはり90分の戦いの中でどういうふうに展開してやはりこう勝利に向かっていくかという,こう展開力をね常に森保監督も話してましたけども、うん、やっぱり対応力とか適応力とか、うん。 まあ変化、自分たちもこの自分たちの良さを消さずに変化した戦いを90分の中でできなきゃいけないし、まあ、あの選手の、ね、交代も含めて、まあ、本当総合力だと思うんですよね、まあ、それでこうギリギリの戦いをあの本当にこう勝ち点1勝、勝ち点3に持っていけたら、それはまた本当大きな、ね、あの日本にとって自信になる。 まあこの一戦にになななるんじゃいいいかなとううふうに思いますねオーストラリア戦はやはり,そのやっぱりポイントになったのは川崎勢の臨機応変なプレーがあの流れというか先制点を呼び込んだというところは大きな話題にもなりましたがどうでしょうこの川崎のユニット本大会に向けてあのポイントの一つになるんじゃないのかなと思うんですけれどもあのですからこう日本もね今この近年のところで、えー、川崎フロンターレが国内のリーグをね やはりこう勝ち続けてきてそしてこの海外に行く選手も多くなってきたと、まあ、こういう実績からしてもそこが今日本の代表チームに、えーまあえー、戦術的なところもね加わってきたというところは非常にそのドイツそれからスペインの 今までのこの積み重ねのところに加わってきたんじゃないかな、近づいてきたっていう証じゃないかなっていうふうには思います。はい。あの本当に国というのはそのお大人のまあ、代表チームだけ強化してもなかなか強くはなりません。まあ、本当にこう地道なね育成年代からの本当に積み重ね世界との世界基準での戦いをやり通してやはり一歩一歩 この積み重ねてきた,来た部分もありますけども、まあ、もう一つ大事なことっていうのはやっぱり国内リーグのレベルそしてそこでこう優勝するようなチームからどれだけ代表チームにつながるかと、まあ、こういう点も非常に大事だと思うんですよね。で実際に過去の日本代表を見てもマリノスであったり あの鹿島アントラーズであったりジュビル・イ岩田だったり、まあ、そういうところがこう変わってきてると思いますしですからそういう流れからするとこの大会っていうのはやはりこの川崎フロンターレのね、えー、選手たちの加わり頑張りっていうのは一つ注目すすべき点だなといいううふうに思います非常に大事なあのグループ強いチームっていうのは必ず強いリーダー まあ、ピッチでの中でね、この本当に、えー、力を振るってくれるリーダーと、やっぱりこう、チーム全体を、ねえー、俯瞰して見れるような、そういうやはりこうリーダーっていうのも、こういう短期決戦といいますかね、一つの大会、トーナメントになると、非常に大事な要素になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あのロシアのの大会の時も、ねえー、本田選手がこう スタメンではなくてもやはりしっかりとね、えー、チーム全体を、ね、こう鼓舞してくれましたし、まあ、岡崎選手も岡崎選手の良さを、ね、非常に、えー、ロシア大会の時には発揮を、ね、してくれましたし、まあ、本当にそういう今までこうワールドカップを経験し,たしてきた選手たちがいかにそういう流れをね 日本のチームの雰囲気といいますか、そういうのをしっかりとこう継承、つなげていってくれるかというところは大事な要素だというふうに思いますそういう面で、今大会、そういう存在、キーマンになりそうな選手は見当たりますか今、現在でも本当にこう出場時間は少ないですけども、川島選手。 そして柴崎選手、原口選手と、まあ、本当にしっかりとね、こう自分が、自分をアピールしてますけども、もしそういう立場になっても、チームをしっかり全体を、ね、持っていってくれてるんじゃないかなというふうに、僕は見てますけどね。 どうしてもやはりグループリーグ3試合しかないので、えー、力組出番が与えない組とどうしても線引きがなされてしまう中やはり、クラブでは主力を張ってる人たちが脇役というかそういうチームを支える役割に回るっていうのは、僕たちが思っている以上に難しい作業に見えるんですけれども。これはおっしゃる通りで、やはりこの自分の、ね、気持ちっていうのをグッと抑えながらやはあるいはフーザチーム まあ本当、ね、そういうチームのためにとあるいは日本のためにという気持ちで本当にいつこう出番が、ね、回ってくるかというところの準備と、まあ、その辺の本当にこうコンディション作りというのは難しいと思いますけども、まあ、あの代表選手選ばれた選手というのはそこが、ね、宿プロやっていくのがあの宿命なんだというところはなんか非常にこう今、あの 伝わっってているのかなとううふうには思ってますけどもただ、やはりそういうところで、まあ、あの日本はこれからね、奥、えー、かどうか分からないですけど、メンタルコーチという、ね、存在というのも、本当にこれから大事な要素になってきているというふうにも思います。ただ、この短期戦で3試合で結果を残すということになると。 あれこう内容良かったからなじゃあすまないのでどうしても勝ち点1それから3を取るというところが求められますよねまあそれだけの大会ですから、はいまあ、それ以外のところでこうできたからじゃあそれで次につながるか確かにこうそのつながる要素っていうのはいくらでもこう見つけることができますけども本当、まあ、勝負の世界特にこういう大会になると。 そ,れをもうその内容の良さをいかに結果につなげているかと、これで一つこう、ね、本当にチームがもう一つこう前進する姿だと思いますので、まあ、その勝ち点以外で上げる点はと言われても、なかなか難しいですよね。 18年大会振り返ると、コロンビア戦の開始5分でのレッドカードと PK、あそこでしっかりものにして流れを呼び込んだ、やはりああいうちょっとしたこうチャンスを逃さないというのは重要ですよねおっしゃる通りです、もう本当にその、なんていうんですかね、勝負のあやというか、ちょっとしたところで相手がこう隙を見せた、あるいはそれをついていく、我々は見せないと。 まあそういうところはね、本当に大事だと思いますし、逆に言えば、でもコロンビアで1人ね、減った中でフリーキックで入れ,あの入れられて、まあ、ちょっとこう隙を日本からすれば見せたんですけども、でもそれをやはり後半、このチームとしてね、あの本当に結果に残していったっていうのがまた良かったですよね、前回大会は。ですからそういうい 少し相手にも行く流れもありますけどもそれをまた呼び戻す力といいますか、まあ、そういうところをこうチーム全体と総合力としてねやっぱり常にこの一戦一戦、うん、今までの最終予選も苦しかったと思いますけども特にこのスタートをねあの本当に1勝2敗でスタートした中で負けられない試合を一つ一つこう、うん、勝,ち勝って。 やはりこの出場権を掴んだと、まあ、この森保監督はじめチームのこの力っていうのをぜひこの世界の大会のワールドカップで本当に見せてもらいたいなと、まあ、これをやはり持ってきたっていうことがね一つまあドイツスペインの本当に加わったこのグループい、e、いですけども。 苦しい中でも何かそのね自分たちでやれるものをやはりこう見落とさずにあのグループステージを突破にねつなげてほしいと思いますし、まあ、そういうチーム力がチームが力があるんじゃないかなというところで僕は期待してますね。<music> 清水の鈴木あるいは鹿島の荒木。 まあ、あとは彼すよね。まあ、彼まだパフォーマンス、攻撃ではしてないですけども、やはりこう、18歳であれだけこう中盤でインテンシティ高いね、守備からね、攻撃に移って、そこから彼ら、彼がこうもっと攻撃的なポジプレーできるようになると、なんか可能性は感じますよね、うん、前の選手で言えば。 ですからそういう選手たちがこ,う、ね、これからの半年でどれだけこう伸びてくるかというところで、まあ、23人の枠に入ってくるのかバックアップメンバーみたいな形で、ね、少しそのチームのそういう経験値をあー高めるためにえ加えていくのかというところに、まあ、今はちょっとそういう目線でも J リーグと海外の選手僕は見てますけどね。